はい、ナマステ圭一郎がお送りするタブララジオ、ナビゲーターの圭一郎です。番組名にもなっているインドの楽器タブラをやっている僕が、インドのことやらはたまた全く関係のないことを喋ったり喋らなかったりする番組となっております。はい、皆様調子はどうでしょうか。私はちょいちょいやっています。なんか最近 YouTube でね、なんか寄生虫のアニメがなんかね、期間限定で見れるみたいな感じで、なんかそれでちょろっと見たんだけどね、いや寄生虫は面白いなと思って。で寄生虫のね、漫画持ってるからね、今また読み始めてね。面白いなと思って、ね、なんかめっちゃ深いなと思って、寄生虫結構エグいっていうかあれなんだけどね、なんか深いなと思って面白く読んでます。まあそんな感じでね、ちょいちょいやってますがね。ナマステ圭一郎タブラジオ、最近ね、なんか体がねめっちゃ痒くてね、なんかちゃんとお風呂に入ってんだけど、なんか夜になるとね、なんかすごい痒くなってきて、で寝てる時もね、なんか痒くて目覚めるみたいな、ね、ずっと痒いてるみたいな。ポリ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 、なんかね、なんだろうなこれみたいな、謎ですね。わかりますかね、誰か、なんでか、ま、こう夜ってことだって、なんか体温が上がって痒くなってきてんだろうなとは思うんだけど、なんだろうね、結構大変でね、まあいいんだけど、なんかクリームとか塗ってね、かゆみ止めみたいな、まあんま塗るの嫌なんだけど、塗らな、もう大変なぐらいかゆい、まあこうやってちょいちょいポリポリかいちゃいますけど。なんだろうなっていう今日この頃ですかね。まあちょいちょいやってますね、それって。なんか最近ね、ずっと円安だったけどね、なんかそれが終わりつつある雰囲気があってね。なんかここ1ヶ月ぐらいで20円ぐらい下がってね、いきなり下がったっていうのは、まあ円が高くなったっていうことだけど、ドル円が下がってきてね、なんかインドにいた時になんか高くなってきてね、で帰ってきたらなんか安くなってきて。下げてきて、高くなってきてて、もうどっちか上がって下がってみたいな。まあそうだね、円高ではないけど、元に戻ってきたっていうかね、なんでやねんみたいな、為替の神様にもてあそばれている気分になるんです。まあこればっかしはしょうがないんでね、まあ
このまま元に戻るのか、また円高に、円安に戻っちゃうのかわかんないけどね。まあまだ今に日本にまだいるからね、今年は。まあそんな関係はないんだけど、インドにいるときはね、やっぱ円高の方がこう僕はお得なんでね。まあ、次回行くときはね、円高であってほしいなって思いますよ。まあしょうがないですね、こればっかしはどうなるかわからんでね。今ね、そうこうインドから帰ってきて1ヶ月ぐらい経ったけどね、やっととうとうこうインドで撮りためてたね動画が全部編集し終わってね、あとは出すばっかみたいな感じだけど、いやとうとう終わっちゃいましたね。こう編集しててもね、なんか懐かしいなって、ちょっとインドが恋しくなっちゃうような感じだけど、まあそれも終わりましてね、これからは、まあ、また新たなショーというか、まあ、この日本での出来事とかをいろいろやっていきたいんですけどね。まあでもちょっと寂しいね、インドのこと終わっちゃったなみたいな。もうなんかでももう1ヶ月経ったってね、なんか早いね1ヶ月と思って、この様子だともうすぐ今年も終わっちゃってね、また1月になってまたもうすぐインドってねなりそうな予感。本当早いですね。なんか時間の神様が早送りしてくれてんのか、してんのかってぐらい。いつも早く感じるようになってきますね、最近は。まあそんなこんなでね、これからはまあ日本のことをどんどん上げていくと思うんだけどね。最近はなんかバイクいじっててね、その映像がちょっと溜まってるってか何個かあるんでね、こうバイクのこととかを流していくと思うんだけど、なんかバイク系のなんかの動画は結構視聴率高いなと思ってね。視聴率高いと言っても全然少ないけど。みんなやっぱ好きなんだな、こういうメカニックみたいなね。ね、まあそういうバイク好きの人もね、このチャンネルを見て、ついでにインドのことも知ってもらえれば、ね、いいと思いますね。これをきっかけに、なんかね、他にもいろいろやりたい新たなことっていうかね、こうまたチャランポランタンのあれですけど、こう蛇腹談義っていうのをね、小春ちゃんがやっててね、なんかこう蛇腹アコーディオンについての話みたいな、そんな感じでね、僕もなんか古典音楽のタブラだけじゃなくてね、まあもっと古典タブラもだし、古典音楽、インド古典音楽についての話とかをねするコーナーみたいなの、ね、インドにいる時にやりたいなって思ってて、なんかねその辺、まあ僕の勉強ついでっていうね、僕の勉強をみんなに見せるみたいな感じになってくると思うんだけど、まあ一緒に高め合えたらなと思ってね。僕もなんかね、
そんな英語も得意じゃないからね、結構なんでなんだろうっていう、その辺の知識が乏しいっていうか、うん、そう、だからなんかこうやって動画作っちゃえばね、ついでに勉強もできるし、まあなんかこのネタにもなるしね。もうそれでね作っていこう。もう名前は決めたる、そのコーナーの インド古典工場委員会みたいな感じにしようと思ってて。まあまだ仮ですけど、インド古典音楽工場委員会っていうコーナーをね、まあやろうと思うので、皆様楽しみにしててくださいね。僕もね、なんかほんとちょっとずつなんか理解してきたけどね、ほんとなんかまだあんま真に分かってないような気がするっていうかね、ほんとそういうのもやっていきたいと思うのでね、うん、楽しみにしててくださいね。あと最近ね、なんか語学、まあ、日本にいるとね、まあなんか英語もヒンドー語もなかなか使わないし、なんかせっかくいい感じだったのをね、まあこう キープしたいな、あわよくばもっと上手くなりたいなって思うからね、なんかそのインド人の人と連絡取ったりね、結構しててね、なんか頑張ってるんだけどね、なんかそこで日本語の説明とかしたりするんだけど、たまになんか僕たちはね、まあ母国語なんでね、なんかさらっと使ってるけど、確かに質問されたら なんでだろうって思ってね、なんかもう考えもせずに頭で結構使い分けてたりするんだけどね、こう改めて聞かれるとなんでだろうなみたいな思ってね、いや日本語って難しいんだな、こういうのが難しいと言われるあれなんだろうなみたいな。ね、そういうのもあってね、なんかまあこう日本のねこととか日本語を教えるようなコーナーみたいなのもなんか後々にできたらいいなと思ったり思わなかったり。なんかねいっぱいやりたいこといっぱいあるはずなんだけどね、なんかなかなかねやりたいこといっぱいあるのに、なんかやる気が出ないみたいな。ちょっと前まで悩みだったけど、まあ最近、まあもう1ヶ月も経っちゃったけど、やっとなんかそういうふつふつと湧いてきたっていうかね、うん、なんかまあこのまま突っ走っていきたいなと思いますね。ほんと早くせんとあっという間にインド行くってなっちまうからね。日本にいるときは日本でできること、日本でしかできないこととは言わないけど、まあ日本でできることをねやっていきたいから、なんかあんまダラダラしてるとすぐ終わっちゃう、あと5ヶ月なんてすぐ来ちゃいそうだってね、この様子だと。まあなんかちょいちょい頑張っていきたいなって思ってますね、最近。まあ、自分のペースでね。
ちょいちょい頑張っていきますね。うん、やりたいこといっぱいあるの。ありすぎてパンパンになっちゃう。まあそういうなんかいろんな僕のできることは、ね、僕こんなんできますよっていうどんどん発信していきたいと思いますので、これからも野橋的圭一郎よろしくお願いしますね。ちなみに今日着てる T シャツがナマステインディア、ナマステインディア、なんか去年前々回ぐらいに買ったのをね、なんかいきなり見つけて、あ、そういやこんなん買ったわと、僕の YouTube のロゴみたいな。ナマステインディア、ナマステケイチ、ナマステケイチロー、タブラジオ。まあ、そんな感じでね、ちょいちょいやっていきたいと思います。こう今度ね、今8月何日か知らんけど、あと2日後ぐらい、8月9日にね、あの名古屋の KD ハポンってところで僕の友達の霊天とね一緒にタブラをやることになってね、まあそれもよかったらお時間ある方はぜひ KD ハポンに、詳細はインターネットで調べてください。僕のインスタでも、霊天のインスタでもね、確か多分載ってるんで、ね、そんなんがもうすぐあるっていうことで、告知ではないですけど、告知です。まあそんな感じでね、ちょいちょいやっていきたいと思いますので、また会いましょう。今回はこんな感じでね、こんな感じでどうでしょうかね。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら、タタ。